ステンドグラスを背景にした花嫁さんの作品です。外光が入るこのような窓際で撮影すると明暗の差がすごく激しいので撮影をするとき実は一番難しい状況なんですね。でなぜかというと日陰になっている花嫁さんに露出を合わせるとこの外光の入る明るいステンドグラスの部分は白く飛んでしまってステンドグラスの模様が消えてしまうはずなんですけれどもしっかり出てますよね。これはマルチフレーム HDR による白飛びや黒つぶれを抑えた自然な仕上がりのおかげなんです。本当にこのエクスペディアの HDR は見たままに近い再現性で素晴らしいです。一面ステンドグラスの幻想的な空間を下から狙ってみました。色の鮮やかさを強めにするとパッと見の印象は強くなるんですけれども、被写体よりも色の印象が強くなってしまったり、ポスターカラーでこうベタベタ塗りつぶしたようなグラデーションのない仕上がりになるので被写体の質感が消えてしまいます。また濃淡や似た色が全て同じ色になってしまうこともあるんですけれどもこれを見てもらうとですね赤いステンドグラスの色の微妙な違いとかですねあとはガラスの質感そういったものまでしっかりと再現されています。これは 1.0 型イメージセンサーを搭載したことによる情報量の多さと忠実な色再現性を追求した絵作りのおかげなんですね。